どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名始まりました、吉本新喜劇新名ちゃんでございます。ありがとうございます。見てる方皆さんすいません、もう緊急でちょっと動画撮らさせていただいてます。いやね、よろしくお願いします。しかも、はい、今ですよ、はい、今まさにこの4人でみんなで M1 を見て、はい、その後でちょっと緊急で動画撮らさせていただきました。いやちょっとどうですか皆さん、一言よくないかなと思ったんですけど、うん、あの先輩にこんな言うのあるんですけど、ちょっと今日撮るのやめてもらっていいですかって言うと、やめてください。そうなんですよ。いやもう、はい、あのもう実はね、ほんまあの M1 の前にちょっと4人で、はい、いろいろなんか真面目な話とかしようかなと思ってたんですけど、はい、なんせみんなちょっと忙しくてですね、まあ、ちょっと M1 始まってる途中ぐらいに、うん、あのやっと来ていただきまして、でそれで私はもうちょっとごめんと、まずもうみんなで M1 見ようぜ言うて、まあね、M1 見てから、うん、終わってから撮ろうぜになったら、もうみんなで熱い話になって、うん、ほんでもう盛り付けは最後泣いてましたね。でもお酒もねちょっと飲んじゃいまして、いや、はい、そうっすね、よかった、いや楽しかったですね。いやすごいですね、えげつなかったな、今年すごかったですね。こんな毎年ストーリーができるんですか、なあ、うん、毎年すごいよなストーリーが、いやー予想だにしないことが連続続いて、こんな楽しませていただきまして、で まずすいません、まずちょっとただごめんね、話の途中で、まずあの自己紹介していきましょう。そうですね、はい、急遽あの動画撮りましたけど、今夜のゲストはですね、まず先輩から言いましょうね、大黒君です。はい、大黒健一です、お願いします。あ、好きだ忘れてるやん、ベロベロで忘れてるやん、自分のギャグ。大丈夫、一番ちょっと今日様子がおかしい、様子がおかしいですよ、様子がおかしいんだよ、ね、こんな明るいセーター着てるの様子がおかしいんですよ。はい、じゃあ森助よろしくお願いします。あ、もう言った。怪人森助の用意できてたのに、今。ギリギリ喋れてなかったな。大丈夫。森助と申します。お願いします。お願いします。そしてね、タワタもいろいろ出ていただきました。はい、お願いします。タワタ。よいしょ。これや、これ、出た出た出た、初めて見ましたでしょ。いや、俺ですよ、同期やから何回も見てるやん。でね、あの新名チャンネル見てる方は、はい、知ってるかどうか分かりませんけれども、二人がですね、うん、もう見取り図のチャンネル、ディスカバリーチャンネルでもうほんま準レギュラーなんですよ、お二人が、タワタと森助が。で、皆さん見てもらっても分かると思うんですけどね、もう見取り図が決勝ラウンドまで残って、これでみんなで、うわ、どうなんだよ、今回はほんまに3組とこマジで誰が優勝すんねんってなってて、ほんまにあるぞあるぞあるぞと思って、でも2人がもうこうやりながら、森助なんかほんまもう画面何も見てませんでした。こうやって見取り図が 入ったかどうかも何も見てません。いやもう怖かった、僕らの仕事に関わるんで、そうなんですよ、過去の動画の視聴率にも関わるんで、うん、結果をずっとこうやって聞いてましたから、いややっぱ見取り図ね、私も同期で、うん、仲良くて、うん、やっぱ見取り図優勝してくれと思ってしゃべしゃべ見てたんですけど、そうね、みんな面白くて、面白かったね、全員面白かった。でも何回も言うてたけど、やっぱりあの中盤の見取り図からの、はい、あ、みんな受けていった、いや、そう、なんか見取り図がガン掴んで、そっから全員ずらーっと受けていって、はい、で、そっからみんなでおもろおもろおもろって言って今回マジで、誰優勝すんねんみたいな、いやすごかったっすね、今年はすごかった、すごかったっす、ほんまに笑ったねえ、全然しゃべらないんだよ。あ、そうそう、これ、待ってた。いやいや、はい、いや、大学普通に俺の家泊まりに来た感じ。仲いいだけど、まあ、唯一のね、リーダー軍団ですから、もう大学はね、はい、よう飲みに行きましたから。いや、お前お世話になったぞ、これ、大学もあの劇場終わりにね、駆けつけてくれて、はいはい、一緒にちょっと今見ようかいうことで、はい、また酒でベロベロになりました。唾が飲み込めなくなりました。それよう分からん。そこ分からんです、はい、いや、今回ね、はい、あのみんなごめんね、あの M1 の話もすごいしたいねんけど、はい、実は、はい、僕のチャンネルで、はい、寛平師匠はね、はい、ニーナこんなことを
若手と喋ってくれっていうのをね、はい、言われまして、はい、カンペ師匠から、はい、カンペ師匠から言われて、ニーナちゃん、ニーナちゃんちょっと見てるって言っていただいて、はい、ぜひこのトークをしてくれとおってことをいただきましてね、はい、例えばですよ、はいはい、カンペ師匠から言いました、今の自分の仕事が、はい100% やと思って、うん、もう100点やと思って、うん、それで自分の力、うん、そしてまあ他にもいろんな力もあったりもします、うん、そしてまあ運とかなんやかんや、はい、いろんなね巡り合わせもあって、それでどんだけ 100% やねんっていうのをね話していただきまして、例題ですよ、はいはい、例題で勘弁師が言うていただいたのは、勘弁師はね自分の力20% しかないっていう。そんなわけない。俺らからしたら、はい、もう100やん。カンペ師匠の今の力も100やん。カンペ師匠自分からしたら 20% しかないと、はい。あと 80% なんやろ、はい、で、細かく言うていって行きはったのが 20% そしてあ残り 30% 80% のうちの 30% が人の力で成り立っていると。へー。だからカンペ師匠はもうボケやから。さんま師匠とかでいろいろ突っ込んでいただいて勘弁師匠が成り立ってる、はい、でこれでも30足して もう50やん、はい、残り 50% は何なんですかって聞いたらもう運やとって言うんですよ。だから俺もそれで考えたの、はい、今がまあ2夏路100としまして、はいはい、いや何なんやろうと、はいはい、もう俺も多分20ぐらいしかないと思う。で、まあ、自分で言うのも嫌ですけど言霊っていうのがすごいあるからね、はい、アケネさんからいろいろ教えていただいてるのがあれですけど、はいはい、俺運ほんまないんですよ、運がほんまにもう 5% ぐらいマジ、本当に運がない。でも1万5000いってますやん。いやほんま、ね、いやすごいすごい数字ですよ。だからそれは、はい、マジでほんまに 75% 人の力だと思う俺マジ、マジで。だから俺のチャンネルはもうみんなが出てくれてるから成り立ってる、まあ、ファンの方も絶対そうですよね、ファンの方も絶対そうですけど、ほんまに皆さんがだから大悟も森助もタータも、はい、タータも家紹介してくれてとか、はい、もう森助もあんなへんてこなメイクしてくれて出てくれて、いやありがとうございます。いろんなもうしょうもない曲一緒にやってくれて楽しい。大悟もね思い出しますよ、大悟が彼女欲しい言うて2人で道頓堀ほんまにほんまに道頓堀ね、皆さん見返してみてください。道頓堀でマジで半日2人でずっとおったんですよ、はい、大黒の彼女を探そうと思って、ほんまに。でもあったな、僕はこれ大黒やから何も文句言わず、はい、いや新谷さん僕はほんまに彼女探したいんですって言ってくれたから、はいはい、2人で頑張ってマジで半日かけて、はい、いろんな方によかった番号教えてくださいっていうのを本当に半日かけて、でも嫌やと思う。でもこれは大工がやってくれたから、はい、人の力ないと。だからそれ人の力といえばもうそれ先輩方もそうですけど、清水健さんも出てくれて、高井さんも出てくれて、それもう皆さん花子姉さんも、うん、石田兄さんも出てくれて、それこそ梶作さんも出てくれて、メダカ師匠も出てくれてって言うから、もう人の力しかないと思ってますから、ただもう見てる方も皆さん入れて人の力しかないと思ってるので、いや、ね、あれどうなんですか。何ですか。いやもう怪人森すずけなんてメイク怪人森すずけを今あ、ね、いらっしゃいますけど、うん、メイクちょ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 んですよ、うん、道頓堀でカツラ落としたやつ、あれ進路肩と一番あったね、全然伸びてないし、ほんで再生回数あったあったあった、あれなんやあれ。そうや、道頓堀人がいっぱいおる中僕カツラ落としたやつ、みんなどんな反応するか、うん、全然再生回数伸びん、あれ未だに全く伸びないですあれほんでしっかりあの僕振ったんですよ僕のチャンネルの中で一応振ったんですよ一応僕がナインティナインさんのめちゃイケさんがやってた持ってき100万円っていう矢部さんがやってはって、あれがすごいすごい好きやったの、ドキドキしてすごい好きやったから、あれは自分のやつでチャンネルで封筒ね、まあ、1000円入れて持ってけ小銭みたいなのをやってて、で、あれを振ってで、ほんで次は森助で持ってけカツラって、はい、誰が持ってくんすか漫画で出てきそうな優しそうなカップルの彼女が落としましたよ、はい、もうほんで森助と2人で泣きそうなこんな優しいカップルいてはんねん。そうそうですよ、もうほんまわしもうちょっと嫌やってやる前まあもうせめてまあ1万回再生とかいったらいいなと思ったら、うん、もう全然だから2000も言ってんだ
遅刻戦後半ひどい。これが面白い、これが面白いです。これがニーナチャンネルなんですよ、皆さん。それで言うと、辰巳さんと僕やらせたのは100連罰ゲームみたいなやつ。辰巳さんの靴の匂い嗅いだり、バッタ食うたり、いろいろしてる。そう、俺も2000ぐらいじゃないですか、あれも。そう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 。あれ、みんなに言うてんやな、はい、辰巳と僕と大学で、はいはい、これは頑張ったと、はい、いや、初めてぐらいかな、はい、あんだけ、いや、短い動画やと思ってたのに、はい、収録に時間2時間半やった。そうですよ、はい、大学のやつは、それ彼女探そうとかは、はい、それガチでやろうってなったから、はい、半日ぐらいはやりました、はいはい、それはもう覚悟でやりましたけど、はい、これは結構早めに終わるやろうと思ったら、マジで、で、2時間半終わったらみんなで、はぁ、はい、そうすよ、罰ゲームほんまに100発やったから、はしょればいいのね、はしょればちゃんと100やらはるから、ちゃんと100やって、めちゃめちゃ頑張ったのに、手応えあって、難しい、もうね、カンベーションでそれはいただきましたから、はいはい、最後、これで終わりましょう、もう。大黒がね、大黒が寛平師匠に結構気に入られてますから。そうですね、もう大黒だけちょっと聞きます。100何でしたっけ、100何でしたっけ、今の大黒刑事が 100% としましょう。できない、はい、100じゃないですよ、ほんまに。例えば、はい、例えば100にしましょう、はい、100にして、残りそれ 100% でいろいろ区切ってたらどんな感じですか。ね、もう、8080お内場さんっす。内場さん、内場兄さん、何やったの。いや、まあ僕もその、入って、まあ先輩失礼なこといっぱいして、おはい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 、それで80や。そうそう、だから初めてうちは飲みに行かしてもらった時に、うん、まあ、なんかもうずっとクスクス笑ってはって、お何がおかしいんですかって内場さんに言うたら、はいはい、うん、お前髪型気色悪いなってもっと気色悪いですよ、2人は。俺が誰がなんですか、今回はね、誰がなんですか。髪型いじって突っ込む時こうやるやつ初めて見たわ。だいつもの球だったら誰がなんすか、うん、誰がなんすか、なんとかいないかとか言いますけど、うん、M1 で疲れてるんでしょ。短めの。なんで、あの残り20は20？うん。20の言い方しますよ。20の言い方しますから。中和パッツ20の言い方したら、もうタバタ出てくるから。な？パッツが出てくる。モノマネしてるから。はい、で、20% 誰ですか？自分の力は何パー？僕の力はもう、2ぐらいじゃないですか、もう。そんな、そんなあるんだよ。100分のやで。それ怒っていいでしょ、ほんまに謙虚に言った方や。あと18は18、もう、18のうち15はもうニーナさんね、はい、おお、いやいや全然、いや そんないらない、お酒持ってますんで、いやでもありがとう。はい、そうなんですか、はい、お酒めちゃめちゃ持ってます。あの大黒すごいお酒大好きなんですよ。お酒大好きで、マジでほんまにえげつないぐらい飲み連れてます。そうですね、はい、ありがとうございます。 いい感じ締めれました。それでありがとうございます。はい、ほんまにもう、はい、ちょっとごめんね、みんなね、 M1 終わりで、もうなんか変な高揚と変ななんか感動と、いやーねー、なんか本当にタータもありがとう。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。大黒もありがとうございます。まだぜひ出てください。はい、お願いします。すみません、最後に言いますけど、もうほぼ年末に流れるんです、これ。ああ、そうなんですね。でも、いい、なんかニーナちゃんの反省会になりましたもん。まだ、ライブ勢よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さがましよ、ベロベロだ。チャンネル登録もよかったら、よろしくお願いいたします。ニーナ哲郎でございました。